はいどうもひろしですえっ、ー、とですねまあ先ほどなんですが、まあ、エラテンさんがまああのまあ増沢内閣のマスについて今思うことっていうことでねまあ動画をまあ上げていてまあねちょっとこの辺がねあのちょっと前にあの SDGs マさんがねあの動画を一本上げてからあのまあ声の姉さんありとかまあその辺もちょっとねまあ触れては触れてくる人がちょっとちょこちょこ出てき始めたんでまあ僕もちょっとその辺の動きはウォッチしてはいたんですがあのー まあまあ、僕がまあちょっと思ってることっていうのはまた、あのー、ちょっと皆さんが思ってるところとはちょっと違うところもあるかなと思うのでちょっとそれを言っておきたいっていう、うん、感じですかね。あのーまあ、エラティンさんが動画で言ってたのは、まあ、そのマッスー氏はフリーランスでやってく、まあ、実力がないからなんか就職した方がいいんじゃないかみたいな、あのー、でアムウェイでバズっただけでしょみたいな、あのー、まあことをまあ言っていてあとはそのえー あれか,、まあ、なんか現役看護師ゆりさんのことでしたっけのなんかその、まあ、スポンサー費用は悪くないみたいな動画を出したのもあれもだから自分がやろうとしてることとまあ同じ方向性だからそれは擁護してるんでしょうみたいな、うん、まあかあとアムエイの動画を消さないのもやっぱその、まあ、収入が欲しいからでしょうみたいな、まあ、ことをいろいろ言ってたわけなんですが、あのー、僕がちょっとねエラテンさんとまあ少し見解が違うかなって思うのはあのエラテンさんはそのフリーランスで食っていく実力がないっていうふうにまあ言ってたんですけど僕はそこに 関しては、まあ、違うかなと思う、まあ、これは僕の意見なんで、まあ、エラテンさんはそう見てるのかもしれないが僕はあのー、そんなことはないというふうに、まあ、思ってるっていうことを、まあ、ちょっと言っときたいなっていう話です。であのー、まあねあのー、まあそこでいかんしてなんですけどもまあそのまあます氏がフリーランスで食ってく力がないっていうのは違うかなっていうふうに僕が思うのはあのー、まあその。 まあのー、アムウェイでバズっただけでしょっていう話があったんですが、あのー、まあ マスさんの、ね、他の動画とかも見てるといや結構だからアウェイ以外も、ね、35万回再生されてるあの薬物依存の話とかあの、まあ、17万回再生とかいう動画も、まあ、あの何本もあるしあと他の動画も平均してねあの以前の動画ですけれどもあの最近のじゃなくてね大体23万回ぐらいあの平均して再生されてる、まあ、もっとあの昔の動画もっといっぱい再生されてるなそう、うん、なんでやっぱこれだけの 1>, 1万回超える再生数を平均してずっと取り続けられるというのはこれはあのー、なんだろうあの一発屋じ,じゃできないことな,なんでだからそのなんだろうこのぐらいの再生数を、まあ、これぐらいのチャンネル登録者数で取れてたらあのーまあ、全然フリーランスとして食っていけるぐらいの収入は得られるはずなんでだからそのなんだろう、うん、僕はそのまあ、彼があのマスーさんがフリーランスで食っていく事情がないとは僕は思わないんでそこに関しては僕はちょっとまあ違うかな、まあ と僕は思ってます、うん。なんでそういうわけじゃないこれはやっぱコンスタントにこれだけあのヒットを打ち続けられるっていうのはそうアムウェイがメガヒットだけどそれは特大満塁ホームランだけれどもあのヒットをこれだけ量産し続けるっていうのはこれはあの、まあ、に,に,にわかっていうかその一発屋じゃできないしあのことだからこれは僕はあの彼のまっすーさんの実力だと思ってるんであのそこに関しては僕は違うかなっていうかまあ,あの以前のこのだからえっと N 国のあれ辞める前の,あの動画のこの方向性で言ってればあの全然普通に食ってけるぐらいは稼げてるはずなんであのそこに関しては僕はそう,そうは思わないかなっていうのは一つあの言いたかったかなと思います。うんまあ、あと なんだろうあの、まあ、今の収入がちょっと少ないんじゃないかっていうあのところに関してなんですけれども、うん、だからそれも何だろう、うん、僕はだからマっーさんの実力がないっていうのはそうは思わなくてマッスーさんの実力がないんじゃなくてあのやってることの方向性がそのマッスーさんの能力とマッチしてないっていうあのミスマッチが起きてるから、えーえー、と今現状難しいっていうふ風になってるんだというふうに思ってるんです、うん、まあだから、うん、まあちょっと。 まあ、はっきり言いますね。はっきり言うけど、一番新しいねこのネットフリックスの動画、正直僕、5分以上見れませんでした。うん、あのすごいだから、最初の5分ぐらいは見たんですけれども、あのまあ、だから、クオリティも高いし、あのまあ、なんかその熱意はすごい伝わったんですがあの、やっぱり5分以上僕は正直見れませんでした。うん、というのが、やっぱりその、まあ一つは、まずはちょっと、まあ、今それ、その情報って必要かなっていうのが思った。別になんかその まあ、そんなにみんなこの情報ってそんな気になってないよなっていうふうに思ったのであのだから TPO をちょっとだから外してるなって思ったのとこれって別にますさんがやんなくても別にあのいい話だなっていうふうに思ったのであのまあこれはだからあのまあ 他の人も言ってましたけれども、まあ、そのマスーさんはやっぱ物申す系でまあ社会役をあの風刺するみたいな動画が全部伸びてるからあのだからそれまでの今までの傾向性から考えるとそれとは違ったことをやってるのでこれは伸びないっていうのはこれは当然の結果だと思うのでだからその本人の属性とやってる内容がこれマッチしてないっていうことが,が起きてる原因なんでだからそのこの内容の方に問題があると僕は思ってるんですマッスすーさんに問題があるんじゃなくて内容の方に問題があると僕は思うのでマッスすーさんがまたあの以前みたいなそのまあ なんだろうまあ物申す系みたいなことを始めたらまた以前と同じような再生回数は取れると思うんでだからこれは方向性と内容が間違ってるだけであってマスーさんの能力不足っていうことではないというふうに僕はあのいうふうに見てるんでだからその、うんね、そしたらね以前ぐらいの再生回数は復活すると思うんでだからこれは内容と本人の能力のミスマッチっていうのが原因だと思うんでこれは僕は実力がないっていうことだとは正直思わないかなっていうのが、えー、感想ですね。うん、まあ、だから や、ね、やっっっぱぱり不てあるんですよね僕もねあの赤晩1回目食らった時にあの、まあ、2個目のチャンネル作った時に最初幸福の価格ー,ー1回全部やめた時期があるんですよ、まあ、1年ちょっと前ぐらいですけどねおととしのあ11月12月ぐらいですけどでその時はだから絶対だから幸福の価格から訴えられないようなねなんか食レポだ,だとかなんかやれなんか食べコンビニのメニュー食べ比べとかさそんなことやったんですけどもいやもうねもうオワコンもオワコンよもう全然もうそれまではもうなんかあの何あげてもねあの余裕で10万回さ まあだからそれもやっぱ思ったのは僕との相性が良くなかったってことなんですよそれはだからウームのウームとかの人がねまあ例えば分かんないですけどあのー、やれ <laughs> なんかはじめ社長だとはじめ社長さんとかヒカキンさんとかがなんかあの、ね、コンビニの旅比べとかやったらそれは分かんない見るかもしれないけども、まあ、僕がそれやったらそれ誰が見んのみたいなね話で、まあ、今最近やってるか最近は逆にやってるかもしれないけど食レポとかねでもそれは無編集クソ動画だからコストがかかんないでやってるからあれだけど。 当時はそれしっかり真面目に編集してやったりとかして何でも2000回再生かよとか言って落ち込んでたんでやっぱねあの合う合わないってやっぱあるんですよねネタとしてねだから僕がなんか食レポを毎日やりすぎたらそれはまあみんな見ないよなっていうまあ分かんない今だったら見てくれるかもしれない今だったらあのいいかもしれないけど当時はやっぱそれはダメだったっていうかねうんだからその,まあそのミスマッチっていうの,あの自分の能力とあと世の中から何を視聴者から何を求められているかっていうのをまあ,レあ,のまあ合理的に分析したら多分そのやるべきことっていうのはおのずから見えてくるんじゃないかなと。 今までどあの伸びた動画のあの伸びてる動画とかをね分析してあの何が伸びたかっていうのをもう一回ちゃんと考えればその元の再生回数ぐらいは全然取れるようになると思うんでだからこの方向性の見直しっていうのは僕はやった方がいいかなというふうに思いますあ、うん、あともう1つあるのはあの YouTube コンサルに関してななんんですがあの、まあ、これねわかんないもしかしたらもう今進んでる話があるかもしれないんであの、まあ、それに関しては、まあ、それは一回受けちゃった仕事はやんなきゃいけないと思うんですが、うん、やっぱりここはねあの YouTube コンサルってのはあの結構、うん、正直渋いかなって思ってます。うん、というのがやっぱりその、まあ、YouTube って非常に不安定なんであの、まあ、広告がいきなりつかなくなったりとか規約が変わったりとかいろいろあるしだからその確実性があるものがないんですよね。だから非常にこれはは仕事としては、まあ 不安定かなと思いますしあとはやっぱりその,その辺の界隈の人ってやっぱすごい気な臭いあのガチの気な臭い人が多いんでやっぱそういう人たちと関わっていくとなんかその怪しい、うん、それこそ本当の怪しいあのなんか世界に引きずり込まれちゃうかなっていう、うん、感じがしてるんでそこの人間関係のところであの怪しい奴がいっぱい寄ってくると思うんで、うん、そういうのはやっぱ気をつけた方がいいかなとあんまだからその界隈とは関わらない方が、うん、だから僕もだからエラテイさんと同意見であの酒井さんあの動,画動画集客チャンネルの酒井さんとかあのま,ま,ま,とまともなこと言ってる っていうふうに見てるんですけどそれ以外のやっぱうぞうむぞうはね結構本当にマジの,あのマジのやばいやつだなっていうふうに僕は見てるんで、うん、そういう界隈とはかからない方が僕はいいかなと思ってますうんまああと人間関係の話が出たんでもう一個言っていくんで言っとくんですがあのなんだろううんみんながみんなと仲良くする必要は僕はないと思っていますで うん、切ってもいい人間関係もあると思ってて僕の場合だからその幸福の科学っていうのを切りましたけどねあの、まあ、親きょ親兄弟とか全部切りましたけどあと、えー、今まで仕事を一緒にやってきた幸福の科学の職員さんとかあ全部切りましたよ、うん、全部切った、うん、それはあのやっぱ自,己自分の,あの仕事にとってこれは悪影響だなっていうふうに思ったからだからあのそこの人間関係は全部切りました、うん、だからそれで離れていってしまったその幸福の科学のね仲良くしてるあの信者さんの社長さんとかいましたけどそういう人間関係とかも全部切ったし、うん うん、だから,そうだから全,全員と仲良くすることって、ね、やっぱ難しいわけですよ人間ね、うん。だからその切ってもいいとこははっきり切ってもいいと思うだからまあもう。 はっきり言いますけど N 国辞めたんだっったらそれはやっぱ N 国が気に食わなかったわけじゃないですかだかだらもう橘さんとかもばっさり切っていいわけですよ、うん、なんかその N 国界話の人とかはねだか嫌だからやめたわけじゃんっていう話だからそれはもう嫌でしたって正直に言えばいい話でそことあのなんかそれでもやめても仲良くしようとかいうのはそれはやっぱうーんまあそれは筋が通らないよねって話だからもう「ーおい橘隆お前マジクソなおい!」みたいな感じでやった方が僕はいいと思うやめるんだったらね。うん だからそこははっきりやった方がいいかなっていうふうに思うのでもう N 国関連はもうバッサリ切っちゃっていいと思うもう今からでも遅くないからもう切っていいと思うそこは、うん、そこはねろくでもないからあの人たちは、うん、そこはかかんなくていいと思うし、まあ、あとはもう一つ言うのは、まあ、鴨頭さんとかはやっぱあの本当にあのうさんくさいからあの,あの辺とはかかんない方が、うん、いいと思うあの,あ,のあの辺っていうか、まあそこに集ってる人たちね、うん、まあちょっとい、まあ、実名、まあ、まあいいやもうい言いますけどまあだから、うん、堀エモ門さんとかあ橘隆 あとね折り次郎中田敦彦さんとか大悟さんとかねあの辺は切っていいよあの辺はもうあの、まあ、正直関わって得するような人たちはないからあの辺とはもう関わらない方が 僕はい,いと思う、うん、だから、まあ、ちょっとエラテンさん系の人たちを今全部切っちゃってるけれどもあのそこは僕はちょっと判断としては違うかなっていう、まあ、あのまあ個人的な感情とかを抜きにしてもやっぱりそのエラテンさんの周りに集まってる人ってあのなんだろう、まあ、本当はなあのまあ,あの気なくさい人もまあいます気なくさいし怪しいし危ない人もいっぱいいるけどでもねやっぱそのなんだろう いいところっていうのはあのまあエアテンさんまあまあ正直まあめちゃくちゃだしたまにあの本当にあの言い方だけどたまに本当に変なこと言い出すからねコントまあコントロールも効かないしねっていうところはあるんだけどあの人のいいところはそのなんかなんだろう裏切らないっていうのはあると思うんですよね何があってもそのなんだろうまあ自分の身内 をしっっかかり守るっていうかね、うん、なんか困ったことがあったら絶対助けてくれるしそういう筋は通す人だと思うんでそこのエラテンさんの関連の人たちを、うんまあ、切っちゃったっていうのはこれは僕は判断としてはミスかなというふうに思います。あの、まあ、切るんだったらその何だろう金とか数字とかで動くようなきな臭いやつらの方をやっぱ切らなきゃいけなかったかなって思うんでそこはだからつく側をやっぱちょっとまあミスっちゃったかなっていうのは正直あります。うん まあ,あとねあの何、ー、だろうまあ まあ、さらに言えることとするなら YouTube オンリーで稼ごうっていうのはちょっともやっぱ厳しいと思います、まあ、さっきも言いましたけど YouTube のまあ広告収入なんてそんなあのいつどうなっちゃうか分かんないからここに依存するっていうのは非常に厳しいですしあと YouTube コンサルも一緒ですねここもだから変動するんで確実性がないから y o u t u b e 一本っていうのはまあ厳しいだから他の収入源を確保した方がいいですね YouTube コンサルじゃなくてね、うん、だから、うん、それこそ、まあ、エ,デンエデン横浜とかいう話もありましたけど それととかも僕いいと思うんですよエデン横浜、ね、あの横浜って今その、まあ、競合他社が今ない状態なんであの新しく作るには非常にいい場所だしあとはそのお店やってるとね僕も最近ね3代目であのバー始めたから分かるんだけどやっぱそこから派生してくる仕事ってすごいいっぱいあるんですよだからそこから仕事がつながったりとかねあの、まあ、お店自体の収入もあるしあの まあ、うまく、だから、回るようにすればあ、僕もね、全然勉強中なんで、まだまだ、あの、わからないこといっぱいあるんですけれども、うまく回るようにすれば、あの、お店の収入だけで全然、マッスーさんと、えー、タコスさんが食っていけるぐらいの収入は得られるし、うん、まあ、だから、うん、なんすかね、やっぱ、り横浜の、その、地元に密着した、その、チャンネルみたいなのとかもね、あの、まあ、これ前、僕、一回言ったかもしれないですけど、それも、あの、作った方がいいと思うっていうか、そこの、あの、横浜 YouTuber みたいなね、あの、今ちょっと調べたら、まあ、一人だけいたけど、これも、 なんかまだあんまりその登録者多くないからい今からやっても間に合うと思うしそれだったらマッスーさんの方がそのなんか地元密着みたいなキャラクターであの元々の知名度もあるから強いと思うんでその横浜チャンネルみたいなのとかねあのベイスターチャンネルもやってるけれどもなんかそういうことをやったりとかしたらまあ副収入とかも入ってくるしそうだからこの地元、まあ、横浜 横浜にまあなんかその関連するようなまあ企画みたいなのをねそのお店を1個構えてそこから作っていくっていうのもいいと思うとにかくだから YouTube は本当に不安定だからそこだけに依存するっていうのは非常に危険なんで、うん、それは避けた方がいいかなというふうに思います。うん そんな感じですかねあとはとりあえず僕はそのますーさんに関しては映画のねグレーゾーンに出ていただいてるんでだからもうこのグレーゾーンのね映画の公開そして DVD が発売とかありますけどもその辺までは僕はね監督と役者という立場ですから何があっても僕はねまっすーさんを応援しますんで周りがどうこう言おうとねやれんか和コンだとかつまんないとかまあ言ったとしても僕はまっすーさんを応援するしまた復活してほしいとやっぱ思ってるんで僕はそこは 協力したいかなっていうふうに思います。うん、まあ、あとね、ま、ネットフリックスの動画で、まあ、英語の字幕とか、ま、つけてましたけれども、あのー、まあ、そんなことしなくてもさ、あのー、まあ、グレーゾーンでね、あのー、完成して公開して海外の映画祭とかに出しますから、で、そこでなんか賞とか取ったら、あのー、もうそれ世界、全世界上映されるわけですよ。で、あのー、増田内閣、マスの顔をね、全世界の人間は見るわけですよ。だから、あの、僕が、ね、あの、僕、あの、ね、ま、あの、連れてくから海外に、うん。 でまあ、グレーゾーンだけじゃなくて今後も映画はどんどん撮っていくからそこにまた出てもらう機会とかもあるわけだしだからもう僕がねあの連れていくからちゃんと海外に、うん、だからそのなんだろう、うん、無理しないでちゃんと本当に自分に向いてることをねあの冷静に分析してあの 淡々ととやっっっててていいただければなと思ってます僕はだからその,、まあ、そのえ映画に出ていただいたのはあの、まあ、単純に面白いからっていうのもあったし、うん、そうだからそこであの映画がヒットしたらまっすーさんの、ね、今後の活動の,活動の助けにもなると思ってるからだからあの出てほしかった、うん、からあの出てくださいっていうことを言ったしこれはだから映画はまだ公開あのす,するまであるから、うん、僕はだからもうまっすーさんのことは依然として応援していこうと思ってるんでそうだから あの終わって欲しくないこんなとこで終わってほしくないと僕は思ってるんで、うん、なんでそんな感じですかね、うん、だからまあちょっとすいません長くなったんですけど話をまとめるとまあそのマスさんがフリーランスで食ってきる能力がないっていうのは僕は違うかなって思うのとあとはまあ、そこはまあ、原因はやっぱ方向性のチャンネルの方向性のところだと思うんでそこさえ直せばまた戻ってくるあとはあの本当のあのしょうもないやつらとは縁を切った方がいい、うん あとは、ちゃんと付き合うべき人間はしっかり選んで、かかった方がいい、かからない方がいい人間はあの選別した方がいい。まあ、あとはいろいろ他にも YouTube 以外にもできることいっぱいあるよっていうことを言いたかったっていう感じですかね。うん。まあそんな感じです。うん、長くなっちゃったけど、とりあえずそんな感じです。はい。